お疲れ様です先日トヨタの秋夫社長が退任されて新しい社長がつきましたよねあのトヨタ秋夫社長もまだまだね現役の社長でいけると思うんですけどもでもここがねトヨタ秋夫社長の奥行かしいところですよね時代が変わっていくからまあ私はやることはやったとあとは一歩引いたところで会社を見守っていきたいという形だったと思うんですよでも通常っってて老害って言われる人はね そそのののの自分の地位をを失わわないいよようににもすすすごく一生懸命るるんんででねそのために若い目を積んだりするわけですよまあ特には政治の世界でもそうですけどもねいまあ、だに70代80代の国会議員がなんか居座っていてで自分が IT 使えないもんだから IT を導入することにものすごく抵抗してるんですよねそんなことしたら IT に不自由な人はどうするんだみたいなねいやお前が悪いんだろみたいな時代に合わせてやっぱり自分のテクノロジーを 頭の中もバージョンアップしないといけないときに自分が若い頃に第一線でやってきた頃をいまだにねこう奮いかざして若い者の,の成長を蓋をするっていうのはどうかなとやっぱりこう年齢を重ねていくとできることっていうのは次のの世代のために掃除をしてあげることとじゃなないかなと思うんですよそうやって第一線を退いても本当に慕われていれば本当に信頼されていればすいません ちょっと引退後にお邪魔しちゃったんですけどもどうしても頼らせてもらえいところがあるんですみたいな感じでね結局地位を譲り渡しても頼りにされるわけですよでもそうなりそうにないから地位とか権力ってものを自分の手元に置いてね実質的な力を失ったことをもうね認めたくないわけなんですよね、まあ、これをいわゆる「老害」と呼ぶんではないでしょうか70代80代になってきて思考の こうパターンもねそれから新しいものを取り込む力も自分の未知のものに挑戦していくようなそんな考え方も失われていくわけなんですよね。それを認めてあ自分は第一線で頑張った時があったけどもでも今はその地位を自分が独占してやってはいけないなというふうに新しい時代のためにちょっとね道を整理してあげるっていうのが年齢に応じた人格の作り方そして慕われる年の取り方なのかなと思っちゃいますよね。 うん、やっぱね誰もが自分のコミュニティを守りたいし今まで輝かしい人生を送っていたと思っていれば思っているほど普通の人にストーンと落ちるのがねものすごく嫌なんでしょうね70代80代で今まで社長会長先輩上司って呼ばれていたものを全部金繰りしててどっかの趣味のサークルに入ったら何も知らないおじいちゃんになるそれがとっても嫌なんでしょうね いや私はもともとなんとか会社の何々だぞっていう風にね、心の中に過ぎ去ったプライドを未だに持つようでしたら、うん、やっぱり社会から疎まれるんじゃないかなと思いますよね。だから私は思うんですよ。いつも、ペーペーと思ってるぐらいでちょうどいいんじゃないかなと。そうやってね、いや、自分は大したもんじゃないですよと。いや、こんなアクセス低いですよ。いや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 、たまたま食ってるだけですから、みたいな感じでやっていくとね。うん、なんか、過ごしやすいような気がします。 でも求められた時は自信を持って自分の全知全能を傾けてあげればそれでいいんじゃないかなと求められてない時に自分の全知全能を傾けようとひきらかすからまあお邪魔になるんじゃないかなと思ったりしますね、まあ、世の中の価値観さまざまですけども様々ざなればこそ自分の価値観は過ぎ去っていったんではなかろうかと疑うことも一つなのかなっていうことこですね。ってってらっしゃい。